今日はですね、えー、弱者の戦略についてお、ね、話ししていきたいと思います。 まあ、えー、これからですね、ビジネスを始めていこうと考えている人とか、まだね、始めて間もない人とか、まあ、今後どういうふうにですね、まあ、ご集客、マーケティング、えー、をやっていけばいいのかっていう話をしていきたいと思うんですけど、まあ、僕たちはですね、基本的に、まあ、弱者なわけですね。大手の会社と比べると資金力もないしね、リソースも少ないし、まあ、実績とかもね、劣っているわけなんで、まあ、その自分の弱者の戦略ですね、自分に合った戦略を選ばないと、 ま当然うまくいかないわけです。弱者が強者の、ね、戦略を取ってもうまくいかないですね。 中小企業が大手企業と同じことやってもうまくいかないわけじゃないですか。だからそこはちゃんと自分に合った戦略を選ぶ必要があるわけですけど、例えばネット上にはですね、いろんなこう、なんていうんですかね、そういうオンラインの教材とか講座とかね、塾とかってあると思うんですけど、まあ、そういうとこを選ぶときにですね、例えばこう実績を見ると思うんですよ。で、その、えー、例えば主催者とか、まあ、その受講生のね、実績とかで多分何億円稼ぎましたとか何千万稼ぎましたみたいなあると思うんですで、あれって、あの、 しっかりと考えないといけないのは、例えば5000万稼ぎましたっていう売り上げがあった時にですね、ひょっとしたらそれに対して何千万もね、例えば3000万広告費使って5000万稼ぎましたっていう可能性もあるわけですね。じゃあ自分が3000万その広告費に捻出できるかっていうとできないわけじゃないですか。か単純にその何億円稼いだとかっていうところだけを見てしまうとですね、それは強者の戦略なわけですよ。広告費が膨大にある人はそこにね、多額の資金を投じて、 言ったら広告なんて自分で集客しなくていいわけですから、お金があれば誰でもできるんですよ。例えば自分に持ち,持ち金がね、5000万あったら、それを広告の、まあ、運用してくれる会社にお願いして、集客お願いしますと言えば、小学生でもね、まあ、できるわけですよ、お金さえあれば。ってなると、まあ自分で集客するスキルが身につかないわけです。なので、広告を使うのが悪いって言ってるわけじゃないです。だけど 弱者はそもそも広告費がないわけだから、そういう広告をベースとしたマーケティングとかを習ってしまうとうまくいかないんですよ。これどういうことかっていうと、そういうまあ広告を使ったマーケティング、いわゆる DRM ですね、ダイレクトレスポンスマーケティングとかコピーライティングっていうものを使ってるわけですね。っていうのは、これらはですね、広告って基本的に1回しか見ないじゃないですか。広告表示で同じ広告を何回も何回も見る人って少ないと思うんです。で、そういう時にですね、 一発で決めないといけないですね、広告っていうのは。その広告を見た瞬間にコンバージョンさせないといけないから、いろんな心理テクニックとかね、そういったものを使って相手をコンバージョンさせるわけです。だから、すごくね、短期的に効果が出やすい。お金をポコンと入れて、一発でコンバージョンさせるから、極端な話ね、明日とかもう一週間後とかにね、大量の売り上げが出るってことはできるわけですけど、じゃあこれをね、弱者がやったらどうなるかってことです。 すぐにコンバージョンさせるっていうことはですね、ある意味相手を煽るようなことになるわけですね。で、例えば自分がね、広告費がない状態でブログとか YouTube とか、まあそのあもろもろの媒体、まあ、メルマガも含めですけど、そういうところで、そういうとにかく買わせるようなことばっかりやってたらどうするなるのかってことです。どんどん信用が落ちると思うんですね。とにかく売り込み、売り込みみたいな、煽る、煽るみたいな感じだったら、やればやるほど信用が落ちていくわけです。 そうすると、より稼げなくなるんですね。だから、コンテンツマーケティング、まあ、コンテンツライティングとコピーライティングは違いますよって話をしたと思うんですけど、まあ、ざっくり言うと、コピーライティングは売るためのライティングで、コンテンツライティングってのは信用を作るためのライティングなんですよ。弱者は、まず信用を作らないといけない。実績もないわけだし、無名だしね、年バリューも一切ないし。で、そういう状態で、いきなり、じゃあ自分の商品ね、買ってくださいって言っても買わないわけじゃないですか。 だからそこはしっかりとね、えー、自分に合ったやり方。まずはコツ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 と情報発信をしていって、じわじわと信用を作っていくわけですね。で、信用が溜まってきた段階でセールスをすると一気にバーンとコンバージョンするわけです。だから多くの人がやってうまくいかないっていうのは、そもそも戦略がずれてるわけですね。いきなり DRM とか、まあ確かに強力ですよ。DRM コピーライティングっていうのは。 だけど、それが通用するのは、やっぱりある程度実績ある人とか、例えばお客様の声を出しましょうとか、実績を出しましょうって、ある人は出せるけど、ない人は出せないわけじゃないですか。じゃどうやってやるかっていうと、ことで地道に人前にね、顔出しをしたりとかして、信用を作っていくわけですね。そうすると、何回も何回も見てくれてる人が、あ、この人は誠実だなとか、そういうキャラクターでもね、自分のことを信用してくれたりするわけですよ。だから弱者はそういう戦略を取っていかないといけないわけですね。だから、その時代に合ったやり方っていうのがね、 必要で、その今の時代にちゃんとね、成果を出している人、今の時代にゼロからスタートして成果を出している人っていうのを参考にした方がいいんですね。まあ、すでにこう、例えばコンテンツ販売やってる人とかって分かると思うんですけど、特にプラットフォームっていうのは、早く参入した方が圧倒的に有利なんですよ。Amazon とかユーデミーとかもね。 だから、早々に参入した人っていうのは、ある意味、何もしなくても勝手にね売れていくみたいな状態ができるわけなんで、参入者が増えれば増えるほど、どんどん飽和していって、売れなくなっていくわけですよ。そのライバルの、例えば商品の質、云々関係なく、単純計算で、母数が増えれば、自分が埋もれる確率っていうのは高くなるわけじゃないですか。ってなると、見つけてもらえなくなるから、売り上げってのはどんどん落ちていくんですね。その市場がこう参入者が増えれば増えるほど。 だから参入者の少ない時期に入った人ってのは圧倒的に有利なわけですね。で、コンテンツ販売って基本的に金銭的リスクはないから、出すだけ出しとけばですね、売れなくても別に赤字リスクはないから、売れればラッキーだしみたいな感じで、どん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 増えていくわけですね。だからそういうやり方でうまくいってたものを今やって、じゃあうまくいくかって、うまくいかないわけじゃないですか。今の時代は今の時代の戦い方があるから、それを選んでやっていかないと、まあ当たり前だけど成果は出ないっていうふうになるんで、そのあたりも見ていってですね、 どういうところから学ぶのかってのを考えていかないといけないわけですね。で弱者と強者の戦略がそもそも違うし、自分に合わない戦略を選択しても、当然ですけど、成果は出ないっていうことになるわけです。なので、えー、ぜひですね、まあ、この情報発信をするときとか、ねえー、そういったコンテンツ販売をするときも含め、弱者ってことのね戦略っていうのを考えてみてほしいと思います。 まあ以前広告集客のね、リスクみたいな話もしたかと思うんですけど、まあそのコンテンツマーケティングっていうのはね、基本的に弱者の戦略なわけです。こうやってまあ顔出しをしたりとか、まあその他もろもろね、含めて信用じわじわと作っていくわけですけど、まあめんどくさいんですね。時間かかるし。でみんなやらないわけです。途中で諦めて、もう YouTube めんどくさいって言って10本ぐらい上げて、ね、やめちゃうとか、ブログも続かないみたいな感じで、ね、やめちゃうわけですけど、長期的視点で考えてくださいね。 長期的、例えば今こうコツコツと動画とかねまあブログとか続けていったら5年後とか10年後ってものすごいことになってるわけですよその無料でね自動で集客してくれるそういう仕組みが膨大な数の動画があったりとかね膨大な数のブログ記事とかまあポッドキャストとかもそうですけどがあるわけですよだからその広告集客じゃないとダメだって言ってる人っていうのはですね確かに短期的にね 最大風速的にこうバーンと稼ぐんだったら広告の方が早いし、成果は大きくなりますけど、長期的視点で見たらどうかってことですよ。ずっとじゃあ広告費払い続けるんですか何千万もって。で、その広告が使えなくなったらどうするんですかって話ですよ。で、その時に一切情報発信しなかったら、そこからゼロからね、情報発信しないといけないし、しかもそのスキルが身についてないからできないわけですよ。情報発信してる人はわかると思うんですけど、ブログを続けるとか YouTube を続けるっていうだけでもめちゃくちゃ大変なんですね。 だから続けられないとかね、そもそもそ,のそういう経験値がたまってないからできない、やり方が分かんないみたいなことになるわけです。なので、その自分の情報発信っていうのは必ずスキルになって、後々自分のことをですね、まあ、助けてくれるような資産になったりとかするんで、まあ、今のうちからコツコツね、目先のお金だけを見るんじゃなくて、もちろん目先のお金も重要ではあるんですが、そこだけを見るんじゃなくて、長期的視点で考えましょうと。5年後、10年後にものすごいですね、 だってお金一切かけずにですね。ずっと集客し続けてくれるわけですよ。無料で。しかも信頼が乗った状態です。広告ってのは信頼は得られないですね。広告見て信頼ってなかなかないと思う。むしろ嫌悪感とかね。そういうものを感じる人が多いわけですよ。ネガティブな印象を持っている人が多いから。でもこうやってね、普段から情報発信していて、視聴者の人とか、まあ読者の人も見てくれて、あ,あ、この人いいなって思ってくれたらね。 信頼が乗った状態で集客できるわけです。で、それが、ねえー、無料の状態で何百記事とか何百動画みたいな感じで残ってるわけです、ね。だからそういう形で集客していきましょうということですか今後はそういうね、例えば広告とかで集客するって言っても、大体みんな同じような商品、同じようなね、まあ、例えばキャッチコピーとかで売ってるんで、大差ないんですよ。そうすると実績が上の人とか、ね、そういう人が勝っちゃうわけです。ね。勝てないんですだから、弱者は。 その辺も考えて自分がどういう、ね、戦略でやっていくのか、誰から学んでね、えー、どういう方法で、まあ、集客していくのかっていうのを考えないといけないというのが今回のお話です。